だこれはね、僕すごいこの大野県委員会のフィロソフィー一番であれ。日夜元チャンネル。はい、皆さんこんにちは、日夜元です。大野県委員会のインタビューが1回目シリーズが終わりましたということで、総括これをしたいと思います。改めて調べてみると、大野県委員会の歴史は特撮ヒーローの歴史もう合致するんですね。完全に一つ一つ明らかにしつつで、僕もまたさらに番組を作っていきたいと思います。皆さんも応援してください。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらいいねと、それから登録を押してください。よろしくお願いします。